元98カシハラ神宮前近鉄元2720系電車は近畿日本鉄道が製造した事業用電車の一形式である。改版改造を経て二両前車が元90型として現存する。大阪線の補線作業の近代化及び迅速化のため、停車クレールなどの補線用資材輸送用として、 元2721.2722の2両が1960年11月2日、竣工として、近畿日本鉄道の子会社である、近畿車両で製造された。2両とも変運転台の無会社で、背中合わせに2両を連結して運用することを、前提として設計されている。一旦に、全溶接構造の乗務員室を設置する、平床構造の、 全金属製車体を備える。全長2万8 8 0ト、mm、ル最大幅2 6 4 6ト、mm、ルという、日本の私鉄向け電動化車としては、最大級の車体寸法を誇るが、その一方で台車をはじめとする主要機器の重量が大きかったことから、最大荷重は20.0トンと車体長に比して、小さい。乗務員室は、運転台、側つまめを、 霧妻の2枚窓構成とし、白熱電球による全消灯を1灯幕板中央に埋め込み式で設置している。また、乗務員室はその奥行きをやや長くして、天井作業員室を設置し、そこに細長いアルミサッシによる一段加工式の、側窓が設置されている。乗務員室の屋根上と連結面側つま板に、 突き出したパンタ台を組み合わせて、標準的な東洋電気製造 PT-42 必死枠パンタグラフを搭載する。荷台部分には、背の低い構成アオリドが設置されており、車体中央には、レール運搬時に使用される回転台が、搭載されている。元 2200K のデトに 2300K2303.2304。 ロングシートの一般車へ改造したも1420、計1421.1422の種、電動機や制御機など伝送品一式を流用し、これと2 2 0 0系から年出した台車を組み合わせて使用している。三菱電機メガバイト -211、ボーイフレンドを拡大車に2機ずつ増加する。駆動方式は吊り掛け式で、 発数比は27時56分イコール2.07である。そもそも速電性付けの三菱電機 ABF 単位スイッチ式制御機を搭載する。制御器によるそもそも速電性とともに、営動ベ弁による甘自動空気ブレーキを搭載する。流用品の台車の関係で、車体シリンダー式となっている。2200K に装着されていた。 蛍光組み立てイコライザー台車である日本車両製造 D-22 を装着する。この台車は本来狂気用電動機である三菱電機メガバイト -266AF などを操作することを前提として設計されており、メガバイト -211 ボーイフレンドを操作した例は本形式以外には存在しない。 大阪線の保線用車両として、申請以来2両1組で長らくレール運搬などに使用された。1970年3月2日に実施された、電動化車各形式の2桁形式への改版の際には、本形式についても以下の通り改版が実施された。また、1970年代には、全小島の二頭化とシールドビーム化を段階的に実施している。 こうして15年以上にわたって、保線用として運用されてきたが、1982年に本形式を取り巻く状況は一変した。この年、近鉄では、車両の整備、検査体制の全面的な見直しが実施され、大阪、奈良、京都、南大阪の各路線に配置されている一般車両と全特急車の検査は、それまでの高安、玉川、 古市の3工場での分散研修体制から、この年新設されたばかりのご移動研修車庫で一括して、研修を実施する体制へ移行することとなった。そのため、古市検社区からご移動研修車庫まで、南大阪かに用車両を改装するにあたっては、標準機関の先区である柏原神宮前からご移動研修車庫まで、それらの車両の装着する狂気用台車を外して、 標準機関用の仮台車を装着した上で、電動貨車を一両ずつ、回送車両編成の前後に連結して運転する、必要が生じた。そこで様々な条件に適合する本形式がこの、南大阪線電車の回送用として抜擢され、ブレーキを、甘自動空気ブレーキから、南大阪線用車両と互換性のある、HSC 電磁直通ブレーキへ、 台車を車体シリンダー式ブレーキ対応の D-22 から2250系の廃車発生品である。台車シリンダー式ブレーキ搭載の近畿車両系 D-15、B 処理連式台車へそれぞれ交換。さらに荷台の煽り度や回転台を撤去し、荷台床面に台車積載時に使用する4本のレールを付設の上で転用された。その後、 1995年頃には流用品である旧式伝送品の老朽化などが深刻となった。この時点で本形式は搭載機器の製造から最大で65年を経過し、補修部品も同一部品を使用する各形式が淘汰され、さらに製造打ち切りもあって調達がままならない状況となりつつあった。そのため、名古屋専用1800系を 狂気用へ改造し、養老船へ610系として転用する際に、発生した近畿車両 KD-60B 台車と、三菱電気メガバイト -3110A 電動機、それに、奈良専用800系からの廃車発生品である、日立製作所 MMCLHTB20C 電動化無軸制御機などを転用して、旧式機器を淘汰し、本形式は、 WN ドライブ搭載の高性能車となった。この際、この工事と合わせて、微灯の外付け式から8000系などと共通の、標識と内蔵タイプへの変更や、天井作業員室の側窓閉鎖などが実施されている。この間、台車交換などを経て、最大荷重が19トンへ引き下げられたが、本形式は2019年現在も柏原、神宮前ご移動研修車庫間の、 南大阪線車両改装を中心に車両改装及び台車輸送用として使用され続けている。2019年4月1日現在の配置検築は高安検築。ありがとうございます。